あれちょっとバグってる。ちょっと表示がおかしい。まあしょうがない、93年のゲームだもんな。今回は緊急でもなければ特別でもない緊急特別企画、スーパーファミコン版悠々白書で遊ぼうでございます。うわー懐かしい、この BGM とか覚えてるわ。1993年発売の格闘ゲームということなんですけども、これはね本当に発売当時遊んでたな。悠々白書大好きだったから。俺浦飯雄介、車にひかれそうになった子供を助けて死んじまった。あ、でもこれ比叡鞍馬のところから始まるんだ。当然のように豪気無視されてんな。豪気の存在完全になかったことになってる。お前を生き返らせてやろう。ただし霊界探偵になることが条件。霊界探偵編もね意外と面白いんですよね。今回悠々白書ですからね、君キスを更新するかと思ったかい。残念、誘白でした。今回は妹のナナではなくトグロの弟ということでね。あ、ヒエだよ、ほらかっこいいね。でも霊界探偵の時の衣装じゃないな。ヒエとか目玉だらけだったもんね、体中ね。完全に豪気がいないんだよな。ビジュアルかな。今ちょっとまたバグってなかった？レイガン、いや、かっこいいな。うわー懐かしい。さあそれじゃあ始めていこうかな。これがねでも結構難しいんですよ、普通の格闘ゲームとはちょっと違う。あ、やっぱちょっとバグってんな。ちょっとバグってるんだけど表示が。ちょっとストーリーモードを進めていこうかな。この BGM とかハイパー懐かしいな。ニューゲームだいぶねシステムが特殊なんですよ。あ、これさっきとムービー同じかな。あ、違う、お前は先に行け。うん、勘違いするな、後ろのやつの力を確かめてみたくなっただけだ。そっか、初戦がいきなり比叡になるわけか。もう今でいうチュートリアルみたいな生優しいもんはないですからね、このゲームにはね。いきなり比叡、この俺を倒せたら考えてやってもいい。初戦はランドーでよかったんじゃないかなって気もするんだけどな。だいたいランドーも省かれちゃうんだよな、ゲームだと。もっと初期の頃で言うと、敵ではなかったけど、さやかちゃんっていう女の子がいて、2巻ぐらいに出てきた子かな。あの子も意外と強い子だったんだよね。レギュラーになってもいいんじゃないかなっていうぐらいの個性はあった気がするんだけど。あ、これね、これね、ちょっと説明できない。あ、くれちゃった。方向キーでゲージを貯めて、その後に、ボタンを押してこうやってパンチを仕掛けたり、これ防御か。あ、これ防御か。上ゲージだと、そう、こういう風にジャンプしたり、やばい、刀使ってきたな。要件。ちょっとじゃあこっちもレーガンでも使ってみましょうか。ゲージは溜まってる？あ、これ違う？ちょっとね、さすがに、あ、ショットガンだ。この時点でショットガンを使うのか、ユースケ。あ、でもクリティカルヒット。ちょっとこの操作方法がようわからんぞってことで、あのね、さすがに93年、箱は残ってたんだけど、説明書がなかったもんで、どうしようかなと思ったんだけど、さすがだね、インターネット検索かけたら操作方法みたいの載ってたよ。すごい昔のホームページの感じで操作方法が載ってたから、ちょっとそれをそこのページを参考にしながら、どうしようかな。これ結構悩むんだよな。じゃあなんか気を貯めておこうかな。でもやっぱ初戦ってことだから比叡もだいぶ、あ、いいね、かわした、闘志を燃やした、パンチ力アップ。じゃあパンチ行こう。ほい、いいよいいよ。
この比叡はね、あの女の子を人質に取るようなことしてない。なんだっけあの子ヒロインの子の名前出てこなくなっちゃった。ショットガン、あれレーガンは X ボタンかな。これサイトに載ってた気がした。どこだったっけな。ちょっと待って、今見る余裕がないわ。レーガン落ちたよ、レーガン。あ、これ、ジャンプ、無断ジャンプしちゃった、間違えた。いやー、操作方法やっぱ難しいわ。あ、出た、来た。これでフィニッシュにしたい。レーガン、いけるか。お、やった。だてにあの世は見てねえぜ。これアニメだけのセリフなんですよね。原作では一回も言ってない。だてにあの世は見てねえぜ。でかしたゆうすけ。ヒエは探偵女子のボタンだ。ボタンかわいいよね。クラマーを追ってくれ。いちいちうるせえな。行きゃいいんだろう、行きゃ。うん、人をこき使いやがって。俺人生で初めて買った、自分で買った漫画っていうのが幽遊白書の8巻なんですよ。それぐらいもう自分の人生にとって悠々白書ってすごい大きな存在なんだよね。八巻ってね、ジンが出てくる。ジンと戦うとこです、ユウスケと。あとね、八巻にね、結界師のルカが出てくるんですよ。ルカがエロいのなんの。精通ですよね。この BGM いいな。これクラマの BGM、 クラマ戦の BGM なのかな。いきなり撃つぜレーガン。こんな一日何発も撃てんのかい、レーガン。レーガン、さあ、かわされた。出た、ローズウィップ。いやー、これはね、ほんとね、クラマはね、当時の腐女子さんたちもほんとに大熱狂だったというね。あれ強えな。でもなんか本当にちょっと待って、やばいやばい。あー、いや、あー、これね、もう早く直感的に動かないと。すかさずジャンプ。どうしようかな。気を貯めとこう。あー、ひっくりティカルヒットしまった。やばい、こっちの攻撃まだ全然当てられてない気がする。やばいやばい。レーガン撃とう、レーガン。あ、いや、ショットガンだな、ショットガンに撃とう。食らいやがれ。ショットガンって、あ、いや、ヒエの時ショットガンってもう覚え、いや、覚えてないよ。ランドーじゃなかったっけ、ショットガン覚えたのって。違う、あ、いや、ランドーじゃない。あれだ、スザクだ、スザク。そうだ、そうだ。さすがにちょっと記憶がごちゃごちゃになっちゃう。いやー、どうしようかな。おい、投手を。あれ、あれ、なんか、できない、できない、できない。投手を燃やした。ちょっと画面が若干バグっぽくなっちゃってるのが残念だな。まあ、さすがに、93年だもんな。しゃあないっちゃしゃあないか。いや、でもちょっと負けてんな。霊光弾。お、クリティカルヒット。あ、なになに。あ、これイベントバトルだったの。君を傷つけたくない。ざけんな、暗黒鏡を返しやがれ。それはできない。ああ、ここから続きになるのか。なるほどね。お、名言。あれ、なんか何もできないな。あ、やべ、食らっちゃった。普通に食らっちゃった。どうしよう。パンチ、パンチだな。防御した方がいいのかな。ちょっとね、わかんないな。難しいな、やっぱり。どういう感覚で。お互いパンチを仕掛けて。あー、ユウスケが食らってしまった。かわした。食らいやがれ。
いやでもこれ楽しいな、やっぱりこのシステムも慣れてきたらだいぶいい感じだな。うん、これできればちょっと全面クリアしたかったんだけど、ちょっとごめんなさい、やっぱ画面に画面のバグが厳しいんで途中までになりそうっすね。一応ね、暗黒武術界のラストまでお話はあった気がする。だからやっぱトグロ弟と戦いたいんだけど、レコーだ。お、当たった。いいね。ここでまたイベント、意外と凝った作りになってるね。ただただ戦うだけっていうんじゃないんだ。こんなん挟まってたか。そう、クラマは切ないんですよ。南野くんでしょ。暗黒鬼を何に使うつもりなんだ。俺の人間界での母親は藤の病にかかっていて、今夜が峠なんだ。どんな願いでも叶う。あるものと引き換えにな。やっぱクラマは最初からいいキャラしてんな。あーでも覚えてる覚えてる、このシーンとかも。お前まさかそのあるものってのは。そう、使うものの命さ。ここ飛ばしていいかな。ダメかな。いやちゃんと見よう。なにの。クラマラ来た。恨めしの野郎、この俺様置いていきやがって。おお、うん、なんだありゃ。次元刀使おう、次元刀。この時点でもう次元を切り裂いてしまえよ、桑原。いやー、誘惑のね、アニメの曲も大好きだった。それこそ自分がやってるネットラジオの方、カセットテーパーズの方で先日自分的アニソン総選挙っていう企画をやって、自分のアニソンランキングトップ100っていうのをね作ったんですけども、第1位になったのが悠々白鳥、アンバランスなキスをしてでしたからね。うーん、アンバランス好きだな。ここでユウスケの友情パワーが。あ、母さんどこ。これお母さん。母さんは大丈夫、心配しないで。うん、あ、ちゃんとストーリーを終えていいな、これ。生きている。は、恨めし君、しっかりしろ、恨めし君。そこで桑原がやってくるというね。恨めし、てめえと決着をつけるまでは死なせやしねえぜ。モノマネできねえな。うん、大人になってから改めて悠々白書読むとね、やっぱ桑原の良さってのは分かりますよね。回復してあげてる。うおりゃー、長いな。にしても他人のために自分を犠牲にできる、これが人間の強さ。お、ふっくだらん。ヒエとボタンが並んでいる。どうやら生きているようだぜ。ユウスケよくやったぞ。ヒエとクラマの身柄はわしが預かろう。うん、この後って、あ、この後もうトグロかな。あ、いや違う、この後スザクか。うん、ではまた会おう。
おお、めでたしめでたし、さあ私たちも帰るとしようよ。む、どうした桑原、なんだこの容器は。うわ、画面がひどいことになってる。あー、プースケだ。ここでセーブできるってことなんだ。なんだいこの容器は。え、ここに来んの？え、人間界に須作が来る。知ってんのか。魔界の牢屋を抜け出した手配中の極悪妖怪。これも当然のように白虎たちはカットされていますね。しょうがない。スザクオンリーか。鳥もカットされてるね。スザクのなんかオウムみたいのがいましたけども、こんな形で出てくんのか。いやでも改めて見ても、あー、ちょっとクワちゃん使ってみたいな。クワバラにしてみよう。クワバラ対スザクっていうわけわからん感じになってるけど、行ってみよう。あ、いるじゃん、ムルグ。死ぬわ、あなた死ぬわよ。それだけか。じゃあいきなり霊剣決めちゃおうかな。ほい。あ、やばい、闇奥義来てんじゃん。霊剣、うわあ、当たった。いいじゃんいいじゃん。ジャンプしてよけよ。暗黒雷光波。ああ、いやでもやっぱかっこいいな、スザク。このビジュアルで雷使うってそりゃ人気出るよな。あ、しかも増えんのか。あれ、ちょっと、あ、どうしようどうしよう。悩んじゃダメだな。どうしようかって悩んでると、もう向こうが先に仕掛けちゃうな。あ、やべ、ガッツリ食らっちゃった。普通にぶん殴ろう。あー、かわされた。マジか。いやー、やっぱ桑原じゃきついかな。パンチ、つえーな、スザク。マジか。この辺の技を剣魚。お、いいね。うわ、嘘をかわすのか。あ、でもこっちもかわした。よしよし、ナイスナイスナイス。じゃあこの辺。あ、飛べーじゃないこれ、違うかな。飛べー、出た。すげえかわされる。これはジャンプして避けたら一番なんだけど、あー、食らっちゃうか。マジか。しかも吹っ飛んだ。強っ。マジか、困った。どうしよう、これ食らっちゃうね。なんかちょっとやり方間違えてるかな。もっといいやり方があるような気もする。俺はしぶてっす。クワちゃんはタフだからね。あー、でもやばい、もうこっちあと一撃ぐらいで死んじゃうって。マジか、まずいな。これもう無理じゃねえかな。ここで霊剣で一撃。だから次元刀だよ、もう次元刀。次元刀行くしかないって。ナビラー。いやー、当たんないなー。マジか。なあー、ダメだった、負けた。
ちょっとユウスケでちょっとリベンジさせてください。これ相手の体力削れてるところからっていうサービスはない？あ、なさそうだな。死ぬわ、あんた死ぬわよ。うるさいなこの鳥は。どうしよっかな。あ、削れてる。あ、でもほんの少しだな。クワちゃんもっと頑張ってほしかった。さあでもいきなり来ます、レイガン。当たんないかな。おお、いいね。やっぱユースケつえ。あ、でも向こうも足掛けてきたな。なあ、食らった。どうしよう、普通にパンチ。闇奥義、よし、防いだぞ。ほい、レーガン2発目だから、ほんと今日だけで何発撃ってんのよ、ユースケ。いやでもね、なんかショットガンで倒したいなっていう気持ちはあるな。原作再現をしたいなっていうところ。あ、いいね、お互いかわした。ジャンプ、ほっ、これで盾にあの岩見てねえぜ。そんなこと言ってる場合あるか。やばいやばい、避けろ避けろ。うわー、食らったー。あ、でもなんか、これでスピードアップしてんのか。いいねいいね、いくよ、ショットガン。威力的には、あー、でもまあ結構いくよな。ほい、パンチ、いいね。あ、でも少ししか削れないな。ほい、これは冷凍弾かな。冷凍弾、ああ、かわされた。ほい、ダメだ。ちょっとまた気を貯めたいところなんだけど。闘志を燃やした、パンチ力アップで、パンチを仕掛けよう。ほい、よし、いいぞ。で、霊力が溜まったんで、あ、間違えた、入力間違えた。慣れないなこれ子供ながらによくやってたな。よく俺分かってたな、このシステム。全クリした記憶があるからできてたんだろうな。学校帰りにやってたんだろうな。あ、あと一撃、よし、ショットガンで決める。俺はショットガンで決めるよ。おい、こうだ。あ、間違えた、間違えた。ちょっと待って、よし、こうだ、いけるでしょ。くだりやがれ。うわ、でも相手の攻撃の方が早そう。やばいやばいやばい、ショットガン。これで決まったら熱いぞ。さあ、原作再現なるか。かわすのかよ、お前マジかよ。もう一発いけるかな。いや、ショットガンで倒したい。あ、やばい、ゲージ溜まってないからこれ避けられるわ。やばいやばい、当たる。いや、まあそうだよな、そうだよな。3面の難易度じゃない気がするんだけどして、あ、普通のパンチで倒しちゃいそうになって。よし、もう一発、あー、もう一発いけるかな。ショットガンの連発、雷光波を避けてのショットガン。うわ、食らった。かわした、かわしたけどそれで倒れてどんな結末だよ、おい
いまいち決まんなかったな、しっかり。でもまあまあショットガンだったんで。あれ、スザク様。これでスザク編はクリアみたいなことかな。お、グッド。素晴らしい。パスワード覚えておかないとな。こういうのもメモってたよな、ノートにな。もうちょい続き。え？ここで？佐京さん、ここで？君たちの戦い先ほどから見させてもらっていた。マジで佐京さん森の中にいたんだ、ずっと。君はなかなか強い霊力を持っているようだ。どうかね、この私の配下になってみる気はないか。いやでも佐京さん来たってことは、これトグロ 60% ぐらいが次相手かな。出た。この男のように妖怪に転生してより強力な力を手に入れられる。まだあのトグロ兄が剣とか盾になる頃だよね、この頃ね。普通に殴った方が早いだろっていうようなね。あの形状惜しい。いや実に惜しい。なら消えてもらうしかないね。トグロかっこいいな。マジか、ここでトグロ戦か。これでも負けバトル？あ、いや、初戦は勝つか。トグロ相手に。やるね。出た！やるね。やるね、いいね。名言合戦ですよ。いやトグロは絶対一撃がすごいでかいから、ちょっとそこが怖いよな。あ、やべ、こっちだ。おい、よし、レーガン行くぜ。レーガン、クワちゃんにレーガン打って霊剣でぶっ刺すみたいなフィニッシュブローない？やばい、これ。当たんない。うわー、ヒットしてしまった。普通に殴ろう。空拳。やべ、やっぱ強いなー。うわー、食らった。どうしよう。かわした。これで闘志を燃やしてパンチ力アップで、パンチ仕掛けます。よし、ヒット。じゃあここで、ちょっとガード、いや、ガードしても結構食らいそう。がっつり強い。負けバトルであってほしいとちょっと思ってる。勝てる気がしないんだけど、トグロ。ショットガン当たるかな。お、当たった。さあ、嫌がれ。やばいやばいやばい。あ、これはやばいわ、無理だこれ。いやー、動けない。起き上がった時は絶対食らっちゃうよね。いやー、無理だなこれ。これきついな。せめて事前のクワちゃんに向けて削れるだけ削っておこう。半分以上は削っておきたい。よし、飛んだ。いよいよ、ここでレーガンぶっ放しておこう。よし、
レイガーン、いけ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 。お、あ、これでもちょっといけるかもしんないよ。って調子乗ってたらダメ。いやでもこっちもね、あと一撃なんだよね。このショットガンが入れば、あ、わ、これもうどっちかだな。これを避けてショットガン当てれば勝てるんだけど、どうだろう。食らったら終わりよ。かわせ、攻めてかわせ、ユウスケ頑張れ。かわした、これ熱いんじゃない。相手もかわすんかいマジ、もうじゃあ無理だ。普通にぶん殴るけど、うわー、マジか。いや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 、うわー、これもう、厳しいな、厳しいです。ショットガン入る、ギリギリだな。あー、風剣か。うーん、あ、でもこっち、かわす、かわした、マジマジ。いやでもねー、あー、いや、もうギリギリ、ほんとギリギリ。うわ、かわされた、マジかー、きついなー。あー、ごめん、なんか変なの打った。ジャンプ、いや、ここでパンチしても、あー、もうダメだ。あ、いやでもユウスケ頑張った。あれ、ゲームオーバー。あ、クワちゃんいないの、マジか。ここい、え、君たちの戦い、さき、あ、謎に森にいる左京さんね。なぜ森にいたのかわからない左京さん。マジか、これ、もう一回、もう一回、いやー、いけそうな感はあるんだけど、難しいよね。かわした、ここで伊達にあの岩見てねーぜを発動させておいての、まあ、素早さアップからのショットガン、どうでしょう。これ結構燃えるね、やってると意外と、スーファミ初期の作品だけど、いや、面白いわ。よくできてるわ。このシステムがやっぱすごいなぁ。かわした。ほい。食らいやがれ。受け止めた、ガードか、マジか。よし、もっとガンガン打っていっちゃおう。あれ、お互いジャンプ。うん。レイガン。お、いいね、ヒットしたよ。あ、どうしよう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 。ほい。ここで投手力をアップしておいて。あー、食らったー、マジか。普通にパンチかわした。いやー、なかなかシビアだね。でもまあ、トグロを普通に倒せるんじゃ面白くはないか、確かに。原作通りならトグロとは3回戦う、さ、いや、に、あ、2回か。限界前のは別あれ戦った感じともちょっと違うか。限界前って、あの、限界が殺されてからの 80%、 あ、いや、あれ 80% にボコられてるだけか。もう一回原作読み直したいな。ショットガン当たれ。向こうもなんかやってきた。お、
いいね、ヒットしたけど、こっちもヒットした。威力がでけえの、なんの。受け止めた。よし、じゃあレーガン、あれレーガン撃てない、レーガン撃てない、あまた間違えた、これ方向機やべやべやべ、吹っ飛んだ、やべやべ、早く起きて早く起きて、ちょっとまずいな。あ、普通にパンチ、よし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 、じゃあこれでもうあとレーガン連発どうかな。トクロ、さっきから空拳、空拳ばっか打ってるけど、空拳なんてあったっけ。トクロの技に師団は覚えてるけど、トクロって、そうか、でも技っていう技はないよね、あんまりね。お、あー、いけるいける、いけそういけそう、もう一発レーガンかわした、いけるでしょう、レーガン倒せるんじゃないかな。やっとこれ 60% ぐらいですよね、トグロね。いや 40%、 いやどんなだったかな。やったぜ、裏名刺ふわら、手ごわい野郎だったぜ。うん、え、まだ何やるねやるね、俺の力 20%、 マジそんな低かった。俺が、うわ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 、これ連戦になる感じだな。 60% ってところか、俺が怖いかね。ふざけんじゃねえ、やってやらー。マジか、さっきの 20? めっちゃ強いじゃん。20でギリだったんだけど。ちょっと、もうトグロいいよ、次行こうよ、もう早くさ、武術界でさ、あの中途、こんなに食らう、嘘でしょ、これ無理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 、これ無理よ、いやいやいや無理、いやいや、これ不可能不可能、これ無理だって。マジ？ボッコボコにされてる。おい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 。ちょっと寄せよ、おい。いや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 、いや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 、何もできんかった。これ無理だろ。これ負けバトルだろ。そうだよな。そうだよ、負けバトルだよ。恨めし、その体じゃ無理だ。俺と変われ。うるせえ、手出すな、やめときな。え、誰、あ、限界師匠、今のあんたらじゃそいつにはかなわないよ。抵抗波動拳の使い手、限界師範。トグロ、魂を捨ててまでして手に入れた力でやっていることは弱い者いじめかい。限界とトグロいいんだよな、本当にな。ユウスケ、今のお前の力じゃトグロを倒すなんて到底無理さ。私が稽古でもつけてやりゃ別だけど。森でほぼオールスターだな。うんうん、2ヶ月後出た、暗黒武術界。これ限界として出るんすか、暗黒武術界に。仮面つけないの。うんうん、それまでに各自修行でもして強くなることだ。うん、俺を失望させないでほしいね。
酒はダメなんでオレンジジュース。畜生強くなりてえ。限界ってプレイヤーキャラかな。強くなれんなら何でもやってやら。ここのバグ画面が気持ち悪い。なるほどね。2ヶ月後、ヒエとクラマじゃねえか。俺たちも同行させてもらいますよ。協力してくれるってのか。恨めし君って呼んでたっけ。クラマってユウスケじゃなかったっけ。普通にヒエ、ふん、物好きなやつで、あなたもね。ヒエかっこいいな。こっからヒエとクラマも使えるのか。うん、ヒエ使いたいわ。邪眼の力を舐めるなよってやりたいな。黒竜派使いたい。首くくり島のあの輪っかみたいなのって、昔玄界が穴開けたんだっけ。なんかそんな設定あった気がした。なんだっけ、画面どうなってんのこれ。これど、何が何の画面これ。おうおうおお、あ、そうそう、この輪っかね、昔玄界が、え、トグロだっけ、いや玄界だよね。そうそうそう。あ、ホタルコちゃん。ホタルコちゃんじゃねえや、ケイコか。ホタルコと書いてケイコね。ごめん、俺全然覚えてないこの子のこと。和む雰囲気になってきたな。ケイコはプレイヤーキャラかな。おお、こちらユキナさん、コエンマ様が、この子は妖力で傷を治す力があるからということで、よし、じゃあユキナの涙を売ろう。泣いてくれ。あ、ユキナさーん。原作再現。この男、クラブラブの活躍にぜひご期待ください。これヒエの反応が楽しみだな。感激だな。私、愛の力で必ず勝ってみせますよ。ユキノさんはでもやっぱ、あ、ユキナか。すかしやがって。もう本当にさ、負けたら承知しないからね。バン、あ、バンバン、あったね、原作でもあったな、バン。いや、もっと後だった気がするけど、覚えてる覚えてる。ケイコちゃんね。こっから暗黒武術界になるわけか。あ、この実況の子、このミコッテ族の子、ミコッテ族の子可愛いっすよね。ちょっと名前なんて読むのか忘れちゃった、名前。うん。うん。裏飯チーム対、六遊会チーム。出た、リンクだ。遊んでやりまっか。ヨーヨー使いのリンクだな。おー、めっちゃいる。リンク相手ならクワバラで行きたいところなんだけど、すげえ、限界として使えんのか。ちょっと夢のカードしてみますか。いきなりヒエがリンクをやるっていう。ちょっとどんな感じか、ヒエ使ってみたい。オイラの動きについてこれるかな。もう頑張りますよ。
これもしかしてだけど、もう黒竜派使えんのかな。くらえ。何使ったんだ。うわ、出た、犬の散歩だよ。覚えてる覚えてる。このアタック煉獄賞。もうかわされた。おい、おお、これや蛇王演殺剣、これかっこいいよな。まあこれもこの時点では使ってなかった気はするけど、比叡は。いやでも、うわ結構食らうな。リンク、この時点のリンクに負けるようじゃ、ヒエ。さすがに元永久妖怪の名が泣くぜ。つってもリンクも潜在能力はすごいのか。後に S 級になるぐらいだもんな。あ、技使えない。ゲージ足りないのかな。ん？オイラの動きが見えるかな。あらよっと。うわ、やばいな、これ。要件。あ、でも当たった。うわ、違うのかい。うわ、鬱陶しい。鬱陶しい、今の。ちょっと、霊力を貯めておこう。俺のスピードについてくれるか。かわした。ジャンプ、どうしようかな。デビルヨーヨーだ。うわー、食らった。残像だ。やった、残像だ。かっこいい。よし、結構ゲージが溜まってきておりますよ。かわした。でもなかなかね、リンクも強いんだよな。ここはじゃあ普通にパンチしてゲージを上げておこう。よし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 、もう一発、もう一発いこう、もう一発。今さら、今思ったけど、リンクって帽子かぶってなかったっけ？こんな、髪型、むき出し状態だった？ちょっと覚えてないか。あ、出た！出た！黒竜派！ゼルに使う前にリンクに使うというですね。とんでもねえな。あ、でもやばい、これ避けられる。ぶつかったけど、うわー、どこ狙ってんの。何、黒竜派を避けられた。これはダサい。ヒエヒエはそんなこと言わない。なんだよ、マジかよ。リンク強えじゃん。あれ、まずいなぁ。どうすっかなぁ。やべ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 。殴っとくか。防御か。あ、いや、かわされた。よろめいた？よし、じゃあ今のうちに。あ、ちょっと待って、でももうちょいゲージ上げて、もう一回黒竜派打ちたい。黒竜か、黒竜派をヒットさせたいんだよなぁ。うわ、やべ、でもそんなこと言ってる余裕ないわ。あ、余裕ないわ。やばいやばい。ヒエ、ヒエ負けちゃう。リンクに負けちゃう。やば、ユキナちゃんも見てるんだぞ。ユキナも見てる前で、これは。一回パンチ、パンチ C の。よしよしよし。よろめいた。よし、じゃあ今のうちに、ゲージ上げて、
X ボタンだったっけな。 X ボタン。よし行くぞ。演説黒竜派。さあこれは行くんじゃないか。入った。おーすげーすげー効いた。もう後戻りができんぞ。巻き方を忘れちまったからな。よしここで最後剣で切りつけてやる。死ね。よ剣。おーなんとか勝った。あぶねー、ギリギリだったぞ。ヒエ、それでは次の選手前へ。これでゼルか。じゃあゼルはあえてクラマとかどうですか。面白いカードじゃない、なかなか。ちょクラマ使いたいわ。クラマ VS ゼルっていうね。うん、いやでもゼルはね多分もともと強い選手だったと思うんだよね。相手がヒエだったから原作では。それこそ積みくずになっちゃったけどうん、強いやつなんだよね。はい、パンチを仕掛けた。いやでもゼルはどんな技使うやつだったかって全然覚えてないわ。できなくなっちゃったよ。よし、じゃあこっちもなんかやるか。これは何だろう。風化炎武人、いいね。おおおお、かすったかすりか。そうだな、あ無駄にジャンプジャンプしちゃう癖なんとかしないとな。ジャンプいらないな。名言、綺麗なバラにはトゲか。霊力を高めた。よし、ゼル強、うわゼル強いな。おい、ヨーコになりたいな。ローズウィップ。お、ヒット、いいねいいね。パンチ、うーん、はい、あー食らっちゃった。パンチ、ねえ、おいおいおい、ちょっとまずいな。どうしよう、ちょっとガードできてない。マジかい。パンチ、お、いいね。技使いたいな。ほい、よろめいた。ほい、 Y ボタンはなんだ。島根木層の種だ。ここで島根木層の種ってガマじゃなかったっけ。ガマ相手に使ってた気がするんだけどな。ガマとか懐かしいなあの化粧のやつ。うん、裏おとぎ、いや違う、裏おとぎチームじゃない。ガマはなんだっけ、名前忘れちゃった。あでもローズイップ入った入った。あでも全然食らってない。マジ、食用植物、おいいね。うんうん、よし、いいよいいよ。よし、ここでじゃあなんか技を、倒れてる隙に風化炎武人。これコンピューターとこうやって やってても面白いけど、対人戦でやってもかなり燃えるだろうな。うん、クラスのやつと遊んだ記憶はないけど記憶はないけど、まあまあ やったのかな。
なにこれ、ちょ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 、めっちゃ食らった。うわーこれおい絶望できないよクラマン、おいちょっと、これもう無理じゃない、マジゼル強っ、やばい、うわー食らった、クラマ破れたりマジかよ。あでも他のキャラで、じゃあやっぱちょっとやっぱここはやっぱ比叡で行って、もう黒竜派で倒しますわ、黒竜派のフィニッシュ決めてあります。多分もうゼルの HP 結構削れてるよね。ネズミ臭いジャガンシごとき相手にならんな。あ意外とセリフ変わるんだちゃんと。あじゃあ原作通りフィニッシュしたら何かあるかもしれないですね。あ、いやでもゼルちょっと回復してる。2戦目はそうなんのかな。はい。こんなん使ってた？こいつゼル。ゲームのオリジナル技でしょこれ絶対。俺のスピードについてくれるか。ジャンプ。あ、これジャンプで受けるのいいんじゃない？いいよね、絶対。よし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 。じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。あ、食らってしまった。おい。もういきなりだけど。あ、いや、これ違う。これ、あ、映像、黒竜派 X か。X ボタン覚えとこう。これほんとね、全部暗記しないとね、むずいなぁ。はぁ、あれでも、かすっただけか。普通にぶん殴ろう。なに？ほい。パンチ。かわすなぁ。そうだな、じゃあ刀で切ってやる。死ね。妖剣。お、いいねいいね。パンチ。結構余裕があるな、比叡だから。比叡使いやすいわ。心なしかちょっとスピードが速い気がすんだよね。で、吸って食らっちゃったけど。俺のスピードについてこれるか。あ、これはかわすね。かわした！ナイス。じゃあね。はぁ？あ、食らっちゃった。残像だ。あ、残像だ！自分で惑わされちゃったよ。いいね、ジャガンの力を舐めるなよ。かっこいい。ほい。ここでね、ちょっとまた刀のやつ使いますよ。かわした。連殺剣かっこいいよな。フィニッシュをね、黒竜派にしたいから取ってるんだけど、もうちょい削ってからじゃないとな。煉獄将。ねえ、かわすな、お前、ほんとに。どうしよう。あ、どうしよう。どうしよう。なに？当初は燃やした。パンチ力アップ。パンチ。お、いいね。よろめいたか。よし、じゃあ、あ、いいね、いいね。一気に溜まった。よし、この隙。よし、ここで撃とう。あ、やべ。食らっちゃった。は、いくよ。さあ、これ決まったらかっこいいぞ。
原作再現なるか。黒竜派入った、やった黒竜派に決めたよ。これだよね。あ、特にイベントなしか。でも満足したよ。次の選手、ハニャ、いないんですか。ん、次中か。あ、中だ。ウィーク、奴らなら俺が始末しまったぜ。あいつら途中で落ち気づいて逃げようとしやがったからな。中とユウスケのバトルはね、結構名バトルでしたよね。あのナイフをさ、足元に刺して戦うやつ、あれかっこよかったな。じゃあやっぱユウスケで行くか、ここは。あ、でも限界師範ちょっと使って、ちょっと限界師範使ってみようかな。限界 VS 中っていうわけわかんない組み合わせだけど、ちょっと面白そう。見せてやるぜ、俺のウルテクオよ。え、クラマ、あれクラマ、得体の知れない奇妙な勇気を感じる。奴は要注意だ。うん、なぜここでクラマが出しゃばってきたのか。でも主要キャラはもう限界師範なんで。限界師範どんな感じ。あー、気に入らないね。お、いいじゃんいいじゃん。え、限界の技ってなんだ。え、これもしかしてレーガン。いいね。限界のレーガン、本家本元ですよ。これは技を封じられた。何してくれてんの。ちょ、このままこれを使いたいんだよ。酒が回ってきやがったぜ。霊城祭、陶器が薄れていく。攻撃をかわしやすくなった。どういうこっちゃ。おい、鬼殺し、こいつは効くぜ。霊光弾。あ、いいねいいね。ちょっとここは普通にパンチしておくか。グビグビ。うっと。あ、吐くのあったな。なんかなんとなく覚えてるわ。主要だ。クレインウォリアー。あ、食らっちまった。一撃がでかいな。パンチ、お、技を封じられた。これ鬱陶しいな。パンチかわしたか。主要権ウィーク。やばい、負けそうよ。ちょっと師範、いや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 、師範霊城祭、これって獅子若丸に使ってたやつかな。あ、いや、あ、ごめん、ちょっとこの技微妙だわ。されるな。よろめいた。よし、レーガン行くとくか。やっぱレーガンだな。はあ、若い状態の限界師匠で戦いたいな。声も林原さんになるんじゃないかな。レーガン2連発。いくよ。当たるかな。
あ、いやでもちょっとこっち食らうとやばいぞ。あー食らうんかい。吹っ飛んだ。マジか。やべやべ、ちょっとこれやべやべ、動けない動けない。避けるんだ師範。やばい、こんなとこで負けられないよ限界。中強いな。マジか。あーかわされる。うわー食らった、負けた。限界を倒す中だよ。どんな世界観になってんだよこれ。やっぱユウスケか。うん、ユウスケで行こう。ナイフ刺して戦おうよ。いい目だ、バトルマニアの目だな。そしてクラマが出しゃばるっていうね。うん、強えな、マジか。でもちょっと削れてる状態でスタートだから、まあ有利ではあるな。パンチ。お、かすっただけ。お、こっちはヒット。よし、じゃあ撃つか。ほい、行くぜ。かっこいい。レイガン。おー、ヒットしない。かわした、こっちもかわしたよ。いいじゃんいいじゃん。ショットガンいくか。ショットガン食らいやがれ。さあさあさあ、ショットガンなかなか当たんないんだよな。ここで吐くやつな。霊力を高めた。こっちも霊力を。このスピードアップかなりいいな。やばいやばい、避けろ避けろ。食らった。ちょっとパンチでゲージを上げたい。当たらないな。おい、んーと、じゃあはい、レーガンもう一発いきます。避けろー。お、かわした。向こうもかわしたな。マジか。こんな強かったっけ、チューって。うん。攻撃をかわしやすくなった。なんかでもやっぱこう、やりづらい感じではあるね、確かにね。で、ここで、どうしようかな。あ、ガッツリ食らっちゃった。レーガンいっとくか。レーガン何発目だろう。レーガン。さあ決まるか。おお、クリティカルヒット。いったねいったね、いいねいいね。おい、平行弾。あわよくばこれも。おー、いいね。
いけるいける、これあともう一撃ですよ。ぶん殴る。あ、こっちが食らっちゃった。吹っ飛んだか、吹っ飛んだか。ちょっと待って、ちょっとやばいぞ。おいおい、寄せ。こんな酔っ払いが。ほい、霊光弾、これで決めよう。いけるかな。かわした、霊光弾当たれ。あ、かすった。何でも倒したやったなんとか倒せた。すげえ大変だったな。中2回戦進出。お、中あっちゃー、完全にダウンしているよ。あ、トグロ面白くなってきたね感染してますね。あ、ちょっとね、一回トイレ休憩、ちょっと一回行ってきます。さて、それでは続きをちょっとプレイしていこうかな。これなんだかんだでちょっとバグで見づらいからやめとこうかなと途中では言ったけど、うん、あれ、ガマとバクケンあっさりカットしてるマジかよ。ガマとかすげえいいキャラしてたのに。あ、トウヤか。やっぱイケメンが優先されるなうん、ちょっとこれ全部やっていきたいな。 100% のトグロ倒してエンディング迎えたいわ。うん、まあ、トウヤ相手にはやっぱクラまで行きたいところはあるんだけどな。トウ、うん、そうだな、クラまで行っとくか。トウヤとジンはやっぱ人気高かったよな。お前は用心深く、しかも頭が切れる。だがバケン、イケメンなんだよね。ガマと刀剣何だったんだよ。おい、ガマとか結構苦戦してたけどね、クラマね。血だらけになってたもんね。あ、ガッツリ食えちゃった。どうしよう。これ結構頭使うんだよね。あ、やべ、食らっちゃった。どうしようどうしよう。おい、かわした。よー、演武陣。お、いいね。あ、でもあんま食らわない、あんまだな。島根来そう、ここで島根来そう。かわされんのかよ。トウヤのこの技かっこいいね。困ったな、どうしようかな。ジャンプ、困ったらジャンプ。はあ、命中率がダウン。あ、いいね、いいね、いいね。よし。おい、ローズイップ行こう、ローズイップ。綺麗なバラにはトゲがあるのさ。おお、いいじゃん。あ、でもあんま食らわない。あれ、クラマのこの使いづらさなんだろう。
島根来そう。お、刺さった。いいねいいね。ほい、ここは避けろ。演武陣、お、お互いチラッとねかすっただけでした。パンチ、いやー陽子になりたい。パンチ、うわ食らうんかい。マジか、やべやべ。食用植物、いくよ。これは、お、当たったね。でもあんまりやっぱり食らわない。マジかよ。よし、ローズイップ行こう。ローズイップ、この起き上がる時は必ず当たると思うんで。お、いいじゃん。ゲージがないんでパンチしときます。いい勝負になってるな。トーヤもね後に S 級妖怪になるわけだよね。やっぱ強えな。あ、やばいやばいやばい。おいおいおい、寄せよーい。ねえ、どうしよう、パンチしかできない。うわー食らうの、マジ。ちょっとクラマーやばいって。避けられるかな。あ、避けられた。じゃあこっちもジャンプ。いや、ジャンプ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 するよ。ジャンプできてない。うわー、やばい、やばい、もう一撃だ。うわ、うわ、あーどうしよう、あーどうしよう。この迷いがダメだ。あー、ダメだ。負けた、なんだろう、ちょっと、クラマ使いづらいなぁ。そうだなぁ。じゃあ、クワちゃん行ってみようかな。クワマラ VS トーヤっていうね。これもわけわからん組み合わせだけど、光、まずは光だ。ちょっと何言ってんのかわかんないですけど、頑張りましょう。半分ぐらい、半分ちょいは削れてるか。あ、無駄にジャンプしちゃった。ジャンプ、そうだな。じゃあ、おい、剣よ、止め。お、いいねいいね。剣よ、なめろ。さあ、あー、これは完全にかわされた。マジか。これでもある意味剣対決みたいでかっこいいね、ちょっとね。はい、あー食らった。いや普通に霊剣ん、ジャンプで避けられるかな。あー、いいねいいね、吹っ飛んだ吹っ飛んだ吹っ飛んだ。ならここで、そうだな、どれがいいかな。飛ばすか剣を。これ結構ダメージでかい気がしますね。
お、いいですよ。ここはちょっと普通に殴ります。かわされた。よし、俺はしぶてえぜ。体力回復かこれ。あ、めっちゃいいじゃんこれ。俺はしぶてえぜ。体力回復があるってのはいいな。あ、でもちょっとゲージがないんだよね。パンチパンチ。お、当たった当たった。じゃあなんかここで技何がいいのかな。首位打者券。首位打者券出た、いいじゃん。かわした、どりゃかわされた。やべえな、パンチだな。じゃあクラマの敗北を無駄にはしないぞ。というかクラマ負けんなよ。トーヤ相手に負けちゃいかんでしょう。あ、やべやべやべ、避けて避けて、クワちゃん。うわー、よろめいた。ちょっとジャンプします。あ、ジャンプできない、ジャンプできないや。やべやべやべ、パンチしかできない。やばい、吹っ飛んだじゃん。やばいな、動けないよ。まずいな。食らうの。なんかちょっと余裕なくなってきた。パンチを仕掛けた、すかさずジャンプ。まずいな。もう一発もう一発。かわすな。ここで霊剣なんか、剣よ、これで決まってくんないかな。お、当たった。あー、あと一撃、これもあとパンチでいけるはず。普通にぶん殴ろう、クワちゃんの喧嘩パンチ。お、かすった。でも倒すさ、倒、いやもう一撃ぐらい。これなんだろう、なんか背景青くなったよ。あ、相手もしかして回復してるか、氷で。ちょっと、食らうの。うわ、やばい。やばい、余裕なくなってきた。こっちもあと一撃なんですけども、このパンチが決まった方が勝ちます。ドリャー、当たった。あ、でももう一撃。もう一撃。うわー、これは剣よ飛べー。これかすってもダメージ。いやー、もうちょい、やばい。うわー、ギリギリすぎる。何この熱い戦いは。うわ、よしよしよし、かわした。ナイス、クワちゃん。あとパンチで決めるんだ。あ、いける、いけない、いけないか。いやー、もうちょいなんだよ。いやー、もう本当にさ、ガーッ、かわされた。怖っ。うわー、ちょっと待って、これ負けちゃうかも。クワちゃん、避けて避けて、当たっちゃった。マジ、トーヤ強い。あと一撃だったけどね。惜しい戦いだったな。マジか。じゃあ限界師範ラスト、もうあとちょっと削るだけなんで、
やー、トーヤ強い。3人抜きだよ。パンチ。あ、でも半分回復してんのか。油断はできないな。おい、気に入らないね。気に入らないね。ガッツリ食らった。どうしようかな。はあ、これなんだろう謎の技。栄光だ。普通に殴ります。気に入らないね。気に入らないね。あー、いいじゃんいいじゃん。あれ結構だから互角になってくんだよな。工場祭。さらに霊が、あ、ダメだ、メーク当たりない。おい、いくよ、霊ガン。かわした。スピードアップ助かるわ。かわすの。ちょっとヤバくなってきてない？マジで。ちょっと待って、これ限界負けんじゃないのか。これトーヤ一人で裏飯チーム全員倒すみたいな、そんな感じにならない？ちょっとこれ。おい、よせよよせよ。トーヤがめっちゃ強い。やっぱイケメンだからか、イケメンだから強くなってんのか。無駄にジャンプ。うわー、食らった。ちょっと待って、焦ってきたぞ。パンチ。あー、かわす。すかさずジャンプ。ほんならこっちもジャンプ。ちょっと、あ、できない。いや、ダメだ。あ、ダメだ。ちょっと。限界、やばい。マジかよ、これ。工場祭。工場祭あんま意味ないような気がしてきた。お、でもここでパンチ当たるか。よしよし、ナイスナイスナイス。いやー、でもね、技使えないんだ、ゲージがないんだ。負けた。トーヤ強すぎ問題。何これ、やべえ。こっちもあと2人。マジかよ。ヒエ行こう。じゃあもうヒエ、もううちのエースだからやっぱヒエは。マジ光、まずは光だじゃないんだよ。
闇の力で行くぞこっちは。何これ、かわした。俺のスピードについてくれるか。ヒエはね、このゲージの上がりが早いっすね。残像だ。あ、残像だ。出た。よし。で、こっちはね、蛇王演殺剣で対抗ですよ。蛇王演殺剣。お、いいね、いいね。さらに、蛇王演殺黒竜派。このコンボを食らって生きてるやつなんてもう潜水レベルでしょ。お、でも、当たった。いいね。ちょっと待って、いや、危ない危ない。無駄に飛んどく。すかさずジャンプ。パンチか。あー、食らっちゃった。まあまあまあ、この辺は。このぐらいは。食らえ。煉獄章。よし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 。いいよ。これで吹っ飛んで起き上がったとこに技を、何がいいかな。あ、妖剣。最後、剣で叩き切ってやりますよ、こいつはもう。マジ？起き上がりって必ず当たると思ってた。で、体力回復してんじゃん。投資。何投や。マジかよ。あー、やばいな、やばいな。妖剣。ここはもう剣と剣の戦いですからね。よっ、当たった。ここは普通にパンチで、どうすっかな。なんか技を煉獄章か。煉獄章いっとこう。ちょっともうほんと、トウヤいい加減にして。あー、食らっちゃった。ここで煉獄章。これで倒そう、もう。さあさあさあ。かすっただけ。この難易度ね。やばいやばいやばい。そうだな。煉獄章。ちょっと待って、これ、ヒエも危なくなってきたよ。あれ？おい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 。危ない危ない。演奏つけ。倒すの？ちょっと待てよ、おい。おお。
なんか致命的に俺の操作が悪いのかな、もしかして。そんな気がしてきた。こんなに倒せないもん？だってもう逆転されちゃってるよ。嘘でしょ。比叡をもってしてまで。いやなんだよこいつ、なんだよ。でももう技決まれば一撃だとは思うんだよね。この要件が入れば、あ、でもこっちももう一撃か。負けた。マジかよ。なんだよこれ。東野に全滅させられる。あとじゃあユースケだけ。ユースケ、マジかよ。もう東野優勝だよ、暗黒武術会。どうなってんのこれ。あれおかしいな。おお、ショットガン。お、当たった。あ、無駄ジャンプ。無駄ジャンプして。おい。この無駄ジャンプが良くないのかな。てか、トーヤでこんなに苦戦してたらジン倒せる気がしないんだけども。レイガン。レイガン。お、やった。あ、いい、これは今度こそいけそう。どうよ。あら、当たっちゃった。かわした。名工だ。これで決めよう。これで決めよう。もういい加減ほんと。東野は。どう、当たった。よし、倒した。やった。すげえ強かったんだけど、なにこれ。あ、ジン。オラが行くべ。いや、これってさ、でもそうだよね。ユースケしか。いや、まあ原作通りっちゃ通りなんだけど、いけっか？おめえ、いい風持ってんなぁ。ジンは、まあ、確かに俺も、すごい好きなキャラ。それこそだから初めて買ったね、コミックがジンのさ、ところだったから。好きだったんだけど。おう、いいね。よし、これ。あれ、これちょっと。伊達にあのよ、見てねえぜ。お、早い早い、いいね。レーガンいくよ。あ、弾かれたってことか。マジか。もう一発いこう。レーガン2連チャン。いや、ジンかっこいいな。でもあら、当たっちゃった。当たっちゃったって言ってる場合じゃないよな。これ負けたら普通にゲームオーバーだよな、もう。あの、パスワードをメモってないんだけど。俺、これ大丈夫？負けたら、
ゼロからになっちゃう気がするよ。あ、間違えた。あ、間違えた。伊達にあの絵は見てねえぜ。押しておきつつ、ショットガンか、ショットガンいっとこう。弾かれ、うわー、なん、マジかよ。あー、ダメだ、使えない、たぶん使えない。パンチしかないな。当たった。霊眼いっとくか。厳しい戦いだな、これも。ショットガン当たれ、頼むよ。おお、いいねいいねいいね。よろめいたところ、パンチ。シュラ旋風拳に、こっちは普通のパンチで仕掛けるっていうね。うわ、やべ、パンチ。あー、でもジャンプ、相手ジャンプか。あー、ショットガン、めー、食らった。マジかー。で、吹っ飛び。あー、これやばいな。まずいぞまずいぞ。ショットガン、ここからの粘り強さが恨めしゆうすけですから。当たらない。普通に殴る。どうしよっかな。おやばい、もうミリしか残ってない。もうかするだけでも死んでしまいます。どうしよう。でも何もできない、パンチしかできない。いやこれ子供クリアできねえだろ。どうしよう。何もできない。あー、ダメだー、もう強すぎるわ、東野陣の壁。あれー、恨めしチーム全選手敗北、残念ながらリタイアです。マジか、恨めしチーム負け。あれ、恨めし、俺が戦うまでもなかったね。情けないよ、トグロのとこまで行きたかったよ。マジか。あれ、あ、ここからになるのか。いや、でもちょっとね、これごめんなさい、これ無理っすね、おそらくね。もうトウヤと戦いたくないんだけど。トウヤやだ、ちょっとリセットしていいかな。リセットして普通の、いや俺もやだ、ちょっとトウヤ、あー、やだやだ、怖い、リセット。ちょっとごめんなさい、ストーリーモードクリアできませんでした。いやー、難しいな。恨めしチームは残念ながらリタイアということで、全選手負けてしまいました。いやー、難しいですね。ちょっとね、でも最後に一つだけやりたいことがあってですね。
その見てたサイト、説明方法が載ってたサイトにちょっとした裏技も載ってたんですけど、俺でもこの裏技ね、見なくても覚えてたっていうのがあって、フリー対戦でパスワードを BA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  あ、違うね、 BA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  にして、で、ニコンの LR を押すのよ。出た、ほら 100% 中の 100%、 これにしながらスタートを押すっていうね。そうするとね、全員出るんすよ。トグロ 100% の状態で戦えるっていう、ちょっとそれでタイマー勝負でコンピューターでちょっと遊んでみようかなっていう。おー、いいじゃん。ここまで行ったんだよね、ジンまで。半分ぐらいは行ってたわけか。あ、この後李翔がいて、獅子若丸、美しい的岡鈴木、カラス、V、トグロお兄ちゃん、で、弟。ちょっとね、やっぱトグロ 100% 使いたいんで、お兄ちゃんと、弟とお兄ちゃんっていう、トグロマッチを、遊ぼうかな。おー、100% じゃん！かっこいい。これはね、相当強いと思うよ、100% は。お兄ちゃん、お兄ちゃん勝てるわけないよ。うわ、すげえ顔してんな。お兄ちゃんいいな。 100% が相手だったら、グルメに乗り移ったお兄ちゃんが相手しても倒せないよね、間違いなくね。お兄ちゃん気持ち悪いわ。空拳、あ、かわした、ひょーっつってる。無表ほうほうほう、師団やりたいな。師団どれだろう。怒号、怒号をかわした。ひゃひゃひゃ、あれ、ちょっとお兄ちゃん強くねえか。ちょっと待って。あれ、ひょうじゃないんだよ。あれ、ちょ待って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 、ここで勝負だ。早くなるのか。なんだったの。吹っ飛んだ。お兄ちゃんに攻撃されて弟が吹っ飛んだ。いや、こんなことあってはならないよ。いくらイフストーリーだからです。こんなダメでしょ絶対。100% よ、しかも今。技を封じられた。うわぁ、鬱陶しい技。鬱陶しいことしてくるね、この子は。この子て。よぉ、お、出た !100% 中の 100%! うわ、気持ち悪い。何度でも元通りになるぜ。気持ち悪いわ。普通に殴ろう。いや、これね、100% 中の 100% で戦ってもこれでしょう。これ絶対裏飯チームでは勝てなかったわ。間違いなく。くくく、死ね。な、出た、師団。師団かっこいいよな。消しゴムちぎって師団ってやってたわ。友達に投げて。師団。に殴ろう。無表。ちょっと待って、マジで強いって。お兄ちゃん、嘘だろ。うわ、気持ち悪い。これでゴレンジャーチームを、ゴレンジャーチームだっけ、名前やってたから、全員一気にぶっ倒してたからね。体中から指出してさ、ちょっと全然削れてない、やばい。思いのほか 100% が
強くない気がするあれ師団、ここは師団。お、ヒットした。あ、でもやっぱ食らうね。ヒットしたら行くね。これはでもお兄ちゃんが強いってことなんだと思うな。かわすなぁ、もう。シャ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 。かわした。どうしようかな。容器を放出。頭皮が薄れていく。無表を。おいおい、寄せよ、おい。かわした。やばい負ける。 100% が負けてしまう。なんだこのお兄ちゃん。トグロ兄弟が大喧嘩して、結果お兄ちゃんが勝つんですか。そんなことあってはならない。負けたお兄ちゃんが勝った。マジかよ。 100% でいったのに。強っ。いや、ちょっと待って、でもこれじゃ、締められないな。ちょっと待って、じゃあ、獅子若丸使おうか。獅子若丸強いわ。獅子若丸 VS、美しい的か鈴木とかどうすか。鈴木。あ、いや、逆に鈴木を使って獅子若丸と戦うっていう。あ、それがいいな。美しい的か鈴木。これいいじゃん。鈴木で最後華麗に決めていきます。レインボーサイクロン使いたいな。受けてるよ。あ、でも獅子若丸も強いよな絶対。めっちゃ食らったね。レインボーサイクロンどれだろう。私は伝説を作る私は伝説を作る。これ懐かしいな、覚えてるわ。ジャンプ。はあ。バッドドッド。もう半分削れちゃう。ちょっと待って、レインボーサイクロン使ってないまだ。どれ？今 Y ボタン押したけど、違うな。サイクロンウェーブ。そんなんあった？あ、でも当たったね。X ボタン行くか。暗い構え。出たー！レインボーサイクロン。レインボーサイクロンいいよなー。いやでも鈴木はね、メイク落としたら結構普通にイケメンだからね。かっこいいんだよね。だって鈴木きっかけである意味ね、ユースケチームはこうレベルアップするっていう。そこきっかけでトグロチームにこう拮抗するってところありましたからね。アイテムくれてね。いや、いいキャラしてますよ。で、後に S 級妖怪になるわけでしょ恵まれてんな、鈴木よ。サイクロンウェーブ。よろめいた。こっちはヒット。あ、これだけゲージあればもう一回いけるんじゃない？あ、いや、ちょっとゲージが足りないな。普通に殴ろう。レインボーサイクロンもう一回やりたいな。ほい。すかさずジャンプ。すかさずジャンプ？間違えた。またボタン間違えた。あ、ここで行くよ。暗い玉へ。シデの羽衣。レインボーサイクロン。
鈴木って最初おじいちゃんみたいな見た目で化けてたよね。え、霊気を吸収？何それ。え、避けられたってことかな。マジかよ。ふわふわふわ、やばいやばい。はあ。やばいな。パンチしかできないで当たるんかい。吹っ飛んだ。おいおいおい、起きろよ。全然勝てない。だからやっぱ中盤以降のこの難易度、あ、負けた。なんか俺が間違ってるんだと思うな、操作的に。負けた。マジか。じゃあちょっと最後ごめんなさい、あと使ってないキャラが V とカラスだけなんで、これをラストバトルにしようかな。あ、リショーも使ってない。まあリショーはいいや。リショーは特に魅力を感じない。じゃあ俺 V 使うわ。でコンピューターカラスにして終わっていこう。いいじゃんこのトグロチームの仲間割れ。お、かっこいいよ。いや俺鎧脱いだ V も結構好きなんだよね。お、曲もかっこいい。これもやっぱ相手が比叡だったからさ、若干かませ的な感じというか、黒竜派でボコボコにされてましたけど。いやでも、比叡 VS V は名勝負だよな。かっこよかったよな。比叡がさ、邪眼をあの食って自分の周りにまとわす、あの描写。あれは子供ながらにね、もう、かっこよくてたまんなかったな。お、なんだこれ。あ、斧、斧使ってたな、そういえば V な。当たった。でもカラスもね、不女子人気が高かったというかね。うん、トリートメントはしているかっていうね。カラス VS 陽子、クラマ、これも熱かったな。こんな技使ってた？ V。というか V の技って何だったっけ？お前もう本気を出せ。霊力を高めた。おい。あ、かっこいいな、この二人いいな。ほんと最終ステージって感じですよね。おう、この V の頭の顔の傷って確かトグロにやられたんでしたっけ。あ、相手は上空、何やってんだよ。もうやばいやばい。ギース。ヨーコとカラスの戦いでさ、ヨーコが、なんだっけ、ヨーコが変身した後だったかな。バンって言うんだよ。BANG、バン。あれが俺すげえ好きでね。あのかっこよさ。すげえいい、かっこいいと思ってたけど、大人になってから改めてあのシーン見てみると、ちょっと、おお、中二感すげえなーってゾクッとしちゃうよね、なんかね。逆の意味でゾクッとしちゃう。バングバングすごいなーっていうね。いや、でもその中二感がいいんだよね、やっぱり誘惑ってね。いや、でもこの潜水編以降のこのちょっと大人の感じの雰囲気もすごいたまんないんだけど、だからいろんな楽しみ方できるよな、幽白鳥って。偉大な作品だと思うな。ジャンプ、ジャンプで避けてる。避ける、この爆弾は。ギース。あ、絶対見せちゃう。ジャンプしながら吹っ飛んだよ。
これもうダメだよ、これもう負けるよ、これもう V 無理だよ V 無理だよもう全然最後の方勝てなくてごめんなさい。全然うまくできなれなかった。難しいわ。うわー負けたー、強すぎるぜ。いやーでもね、ゲームとしてはすげえ面白かったな。これ友達いたらな、痛恨あるから遊びたいところなんだけど。うん、でもまあこの辺で終わっていこうかな今回は。はい、 BABA よく覚えてたな俺。でもやっぱ記憶の片隅にちょっと残ってたな。ボイス 100%。エンディングっぽい曲ないかな。いやー、この曲やっぱいいな。この曲で終わっていこうかな。レイガン。というわけでですね、今回はスーパーファミコン版悠々白書で、あ、2時間以上やってんのか。あっという間だった。ちょっともうほんと垂れ流し状態で全然クリアできなくて。ごめんなさいね。いや、でも楽しかったなぁ。うん、こういう昔のゲームも撮っておくもんですね。本当にね。ハンターハンター早く再開してくれっていうところで、もう全然もう船の中から進んでねえから進んでねえ状態で今もう2年ぐらい救済してんじゃないのかな。頼むよ富樫先生っていうさ、暗黒大陸いつ行くのよっていうところあるんですけどもね。まあそんな時には悠々白書を改めて読んで、感動するのもいいんじゃないでしょうか。というところで今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。伊達にあの世は見てねえぜ。